まあ、JPIX がなぜ受け入れられたのかというのは、まあ、結構疑問なんですよね、私も。当時、メジャーなシェアを持っていたやっぱり、学術の IX、まあ、IX って結局やっぱりお客様が集まっていないと、まあ、価値にならないんですよね。ピアリングできるからこそ価値があると皆さん考えるので、お客様が言えない IX って何ですかね、まあ、石のたぬきだっていう説が役に立たない例ですけど、言われるわけなんですけれども、まあ、そんな中で我々石のたぬきからスタートしたわけですよ。で、そこでなぜ受け入れられたのか、まあ、もちろんお客様のためを思ってといういろんなサービスとか、まあ、データセンターとしてという部分はあったんですけれども、これは正直まあわからないですね。ただ一つ言えるのは、そこで必要だったものとして、我々 JPIX がですね、まあ、そういう学術 IX にないものを提供していた、まあ、唯一のものはですね、多分ビアパーティーだったっていう、そこかっていう話はあるんですけれども、まあ、ピアリングを促進するためには当然エンジニア同士知り合わなければならないと。で、今時でしたらね、なんかこう、クラウドでいいサービスを作って、マッチングとか、お客様がピアリングするにはここといいですよみたいな、こういうことをやってもいいのかもしれませんが、まあ、当時はそういうものもない時代だったので、まあ、やっぱりフェイス2フェイスで、エンジニアが知り合う必要があると。で、その場を作りましょうというところを意識づけたと。で、パーティーをですね、パーティーと言ってましたが、ピアリングミーティング。ということで、ピアリングするためにお客様に集まっていただき、そこに情報提供して、まあそこにおまけにこうビアパーティーがあると、ピアとビアとかけていた、まあ、それが生まれた瞬間だったと思うんですけれども、それを実は最初は3ヶ月に1回やってました。それくらいですね、高頻度で、まあ、実は運用の場ということでやっていて、パーティーの意味合いはすごく低かったんですね。運用に必要なミーティングとしてそれを展開したというのは、大きかったと思っています。で、これが我々の後々のやっぱり IX はコミュニティであるべきだと、で、コミュニティが IX であるべきだ、まあ、ここのコンセプトに行き当たったというのは、まあ、こういったもしかしたら成功体験だったのかもしれないと思ってます。最初のユーザー会は JPIX の会議室の机で行いました。まあ、会議用の机を、まあ、4個くらい並べると全ユーザーが集まってしまうくらいしかお客様いらっしゃらなかったので、まあ、その部屋でできましたし、まあ、非常にアットホームといえばアットホームなユーザー会でした。で、そのユーザー会で当時のルートサーバーを保守していた、まあ、石黒さんという、まあ、ルーティングデーモンで非常に有名な石黒さんなんですけれども、まあ、石黒さんがですね、まあ、経路をチェックして、人間ルートサーバーじゃないですけれども、人間ルーティングアービターみたいな形でですね、ちょっと経路間違ってませんかって各社さんにこうチェック表をこう紙を渡していくと。で、その場でみんなエンジニア、あ、松井直せっていうことで、修正をしていた、まあ、そんな時代が最初のユーザーミーティングでしたね。で、それがまあ部屋に収まらなくなり、会場を借りるようになり、で、会場を借りたならせっかくならビールくらいというのが、まあ、ユーザーミーティングの、始まりの光景だったと思ってます。ネットワークを作るときにはやはり、まあ、皆さんなんだかんだ言って現地に行きますよね。まあ、構築しようと思ってやっぱりラックを見てみると、あら何がないとか、あら線が来てないとか、今でもよくある話だとは思います。インフラをやっていた方だったら今の話すごく、あるあるってこう思っていただけると思うんですけれども、やっぱり我々は現地に行く、そこで話をする、現場を見る、これをやっぱりすごく大事にしていた、まあ、その時代に生まれたものとして、やっぱりデータセンターのサービス、
JPX のサービスがあったので、やはりそういう現実現場、リアルな人の出会い、これを大事にしていた、そういうことなんじゃないかなと思ってます。取締役の立場と言われると安定運用とか野暮なことを言ってしまいそうなんですけど、まあそれはインフラとして当たり前なことなので、まあ、あえて言うことじゃないとは思います。なのでそうですね、多分一番大事なのは、まあ、変化に対応していってほしい、まあ、このことだと思います。歴史的に見てもですね、IX のサービスというのが、まあ、こういう形だよというのが、最初から今の形ではなかったと思っています。まあそもそも IX 自体が点のサービス、一つの拠点でしかサービスされていなかったものが、まあ別の拠点でも提供されるようになり、まあ徐々に面のサービスになり、これが今では、まあ、全国さらに海外まで広がっているわけですね。まあ当時の技術、イーサネットのその異常長化の技術では考えられない展開をしていますし、まあそのインターフェースという意味でも、10メガから100ギガまで何倍ですか、まあ、瞬時に計算できないです。1万倍の変化を我々は体験しているわけですね。でお客様という意味でも、まあ当時はアクセス系の ISP、 こちらの方々がたくさん集まって接続する、そういう接続点でしたが、まあ意味は徐々に変わり、アクセス系の ISP の方とコンテンツのサービスプロバイダーの方、データセンターが相互接続するポイント、そして今ではハイパージャイアントがそこに現れるというふうにですね、まあ、IX の存在価値自体はすごく変わってきているんですね。でそれに変化対応してきていると。そうですね、今ではまあ、IX 越しにクラウドに接続するクラウドサービスみたいなものまであるわけですね。そういった変化に我々対応してきましたし、お客様がそれを求めるので、提供してきていた、まあ、そういったですね、変化に対応する、これが、やっぱり JPIS にとって大事なことだと思っています。これはユーザーとしても大事なことだと思いますし、経営としても大事なポイントなんじゃないかなと思っています。で何よりもですね、やっぱりそこで大事にするのは変化に対応するとき、まあ、お客様、まあ、コミュニティを大事にする、これが、JPIX にとって最も大事にしてほしいポイントだと思っています。コミュニティとともにあるというのが JPIX、まあ、この25年で我々が学んだことかなと思っています。あ、そうだ、まあ、コミュニティの代表であるジャノグ100はぜひ、JPIX、IX の方々で実現してほしいなと思います。あ、25年後ですけどね。それまでよろしくお願いします。